出たからよ。バカやろ。ちょっとまとめてきます。CM 中に来ます。あ、もう始まったさ。どうするの？ありがとうございます。はい、ということで時刻は4時を回りました、はい、この時間はあつこの知らない世界、はい、はい、ということで始まりましたが、この番組、うん、実はですね、この番組、うん、宜野湾市に関わることすべてをご紹介していきたいと思います。実はですね実はですね、うん、はい、という全てじゃないけどね、あ、ちょこっとだけちょこっとだけお届けしたいと思います、うん、はい、はい、ということでこの番組はですね、うん、春菜創作工房中村、うん、そしてハーバー不動産の提供でお送りいたします、うん、はい、制作は、宜野湾市観光振興協会さんがやっております、はい、最近よく普通に噛まないで言えるようになったね。もうよく言ってますから、宜野湾市観光振興協会と、もう日常的に言ってますから、はい、うん、まあ、成長の跡が見れるよありがとうございます、うん、ということで今日はゲストさんもこれから来るんだけどね、多分キャデラック乗ってくると思うんだけど、ちょっと遅れてる、ね、キャデラック乗ってくるんですね、うん、ド派手なやつが来ますよ。沖縄にキャデラックってあるんですね。あるんだね。見たことないです。いや、多分それ乗ってくるのかな、分かんないけど、多分そこのこの駐車場にはキャデラック止まらないな。そうですね、多分地面吸ってしまうと思うんで。あら、はい、はい、そして、うん、早速今ね、うん、佐喜眞淳市長の秘書さんから電話あるんですけど、はい、あら、取らないでおこうねぜひお願いいたします、はい、公共の電波に乗ってしまいますから。そうですね、はい、はい、ということで、うん、早速コメントも来ております。何もないのにコメント来るんですか来ます、はあ、まずあのキャデラックって何って来てます。車です。ああ、キャデラック車なんですけど、あのマッカーサー元帥って知ってます？わからないです。わからない、はい、まああの、まあ、沖縄ともゆかりっていうか関わりのある方なんだけど、はい、その方が確か乗ってたキャデラックと同型を持ってるのがいてね、よくほらあのフィフティーズとかっていうアメリカングラフィティの世界とか出てくる、はい、かっこいい車あるでしょ。あのなんあれなんて言えばいいんですかね、どんな感じって言えばいいんですかね。どんな感じ、よくあの PV とかに使われてますよね、キャデラック。ああ、そうなのかな、うん、洋楽の、うん、であのキャデラックでもいろいろ種類があって、はい、まあカクカクしてるのは丸あ、悪いのとかいろいろあってね、あのキャデラックかっこいいよ、多分乗ってくるかな、分かんない、乗ってきたらね、ちょっと見たいですね、うん、でもラジオだからね、はい、見えない、来たところでね、そうですね、うん、映像もね映せないし、うん、ということ、これメガネは伊達か、本物です、メガネ悪いかあ、そうなの、これ本人映ってないじゃん、ピコどこに映ってない、ピコは映ってないです、映せ、映した方がいいで、本当ですか、うん、うちの同級生で物好きがいたよ、はい、おピーク映せって言ってるもんだからよ。本当ですか、なんかカメラの調子が悪くて映らないんですけど。ああ、なるほどね、はい、まあ、ぜひ見に来てくださいとお伝えください、うん、はいはい、はい、そしてシュプリームさん、うん、会長さんピーコハイサイ、はい、東京は止まっていても汗が出るほどの暑さです、うん、そして視聴者プレゼントのベイスターズレプリカユニフォーム、うん、ありがとうございました。あ、届いたんかな、はい、あ、ちゃんと届けたんだ、はい、あのちゃんと手紙も書きました。ああ、うん、愛のこもった。あ、よかったですね。はい、ということで、はい、どうしましょう。で、うん、アムロよ、アムロ。ファンでした、アムロ。いや、ファンではないんだけど、うん、いや、かっこいいなと思うし、郷土の、ね、まあ、英雄、具志堅用高に次ぐ、愛ちゃんに次ぐみたいなって思ってたんだけど、うん、引退。ね。ね、昨日そればっかりだよね。もう今日もラジオの音楽全部アムロ、ね、新聞もほぼほぼアムロちゃんでしょ。ですよね、すごいよな、これだけ新聞に騒がれるってやっぱり スーパースターだって、もうずっといますもんね、ん25年ずっとなんか人気が落ちることなく、ね、上がりっぱなしで、なんかテレビに露出してないから僕たちおじさんはあまりわからないんだよ、わからなかったでもライブとかそういったのを中心に活動してて、うん、テレビに出ないからどうなのかなと思ったらとんでもないんだね。とんでもないですよ、ね、
いつもミュージックビデオとかでね、1位ですから。ほら、なんか最近の傾向というか、大物歌手が 大物になればなるほどテレビに出てこないっていうのがあるじゃない。あ、はいはいはい、あるよね。サザンでもそうだし、うん、長渕さんでもそうだしね、うんうん、昔はだから歌番組が結構あった時代だからさ、僕の若い頃は、はい、その時は結構議論、まあ大物って言われる人ほどよく出てたよ。うん、今すごいですよね、出ないのにこんだけ人気って。そうだよね、歌番組が減ったっていうのもあるかもしれないけど、あんまりそう見ないかもしれないですね、うん、ねえ、いやでも残念だよね、うん、残念ですね。誰か噂してるな、違うか違いますね。えへん虫です、最近えへん虫、先週もずっとそうだったんだけど感想ではないですね。結核かもしれんな俺。違いますね。病院行ってこよう。はい、まあ、うん、早めのね、検査が大事ですから。うん、もしももう安室ちゃんすごいわ。でも僕の周りも結構安室奈美恵さんのあのコンサート行った人いっぱいいてね。はい。やっぱり行ってた。すごかったみたいですね。もうすごいって。うん、もう圧倒されるって言ったね。うん、一度は行ってみたいなと思ったんだけど、まあ、ね、引退、うん、あ、私も会場に行ってみたんですよ、うん、忘れ物したので、うん、もうすごい。何、会場忘れ物って何を見に行ったの？あ、見に行ってはいないんですけど、 なのに何を忘れたの？思い出。じゃ、思い出もすごい忘れてましたけど、うん、あの向こうにあのスタジオがあるじゃないですか、 FM ギノワ、うんうん、海の方に、うん、そこに忘れ物しまして取りに行ったらもう、うん、アムラーがいっぱいいました。ああ、アムラーがタムロー。アムラータムローしてました。うん、今日もまだ肩撤収してたからね。もうセットすごかったみたいですね。すごいね。うん、いや、これを専門に、設置を専門にしてる仲間がいて、はい、それから聞いたんだけど、異常だって言ってた。土曜日、とか金曜日とか強風じゃない。その中でも、アームずっと伸ばしていって、でその先端でカゴつけて、高さ30メートルぐらいあるんだよ、はい、その先端で、作業してると、もうゆるバン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 、もう、テントなんかもバンバン波打ってる時なんかでもそこでやってた。それを光景を見てたらもうすごいと、もうこのプロ魂というか、うん、その根性はもうとんでもないと言ってたよ。だから制作側も本当に命がけでやったんだろうね。その安室の感動を与えるために、うん、5万2000人だよ。すごいよな。県外が何人ぐらいでしたっけ？発表、事前の発表では県外4万人、うん、県内1万人って言ったんだけど、この2000人どっから来たのかね。どっかな。どっかから湧いてきたのかな。うん、まあ、前頭とかもあったじゃないですか今回。エーサーね、前頭エーサー祭り、すいません、うん、エーサーもあったんで、それにもまたねプラスで駆けつけて、ね、すごいよね。だからもう沖縄、特に中部は、前頭エーサーも中部なんで、中部はその時も暑かったね。暑かったですね、うん、すごいよ。あの花火もすごかったらしいし、日曜日すごかったです。うん、すごい。見てないんですか？花火といえば羽衣祭り今年あって無理やりぶっこんできましたね。9月30日と10月1日、はいはい、羽衣祭り、いよいよ第40回なんで、そこに、そこの花火、はい、予算、はい、例年以上に予算頑張りましたよ。はあ、さすが。めっちゃ頑張ったね。いや、花火はね、この会場に来てない人もちょっと遠くでも見れますからね、うん、いや会場に来た方がいい。だって来た方がいい。でもそりゃそうさ、近くでせっかくさ、こんな陸上から一尺玉を見れるっていうのは、おそらく宜野湾市だけだから、そこを一尺玉を間近で見てさ、バンって広がった後の風圧が何秒か後に来るじゃない、はい、楽しみさ。あ、楽しいですよね。楽しいよ、ぶわーって。開演祭みたいな感じで上がるんですか？琉球開演祭ね、はい、うん、あれもう素晴らしいよ。もうあれはもう沖縄の一大イベントになったでしょ。私多分、うん、今まで見た祭りと花火の中で一番でしたね、うん、琉球花火祭、はい、もう花火に特化してるからね。沖縄でおそらく有料の花火っていうのはこれが最初なんだよね。最初っていうかまだないんだよね、これだけ、はい、うん、お金を払って花火を見るっていう文化がないから、うん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 、でもね、
この羽衣、琉球花園祭のスタッフ、プロデューサーとか実行委員長の最終的な思いはね、うん、無料で見てほしいと、うんうん、将来的には無料、はい、何万人でも無料で見てもらう。だから、じゃあお金はどうするのって言ったら、県とか、市とか、そういった人たちが、スポンサーになって、で沖縄観光のためにもなってるので、その辺とか、あとは、まあ、メインスポンサーさんとか、あとは、フレンディシップパートナーと言われる人たちとかという企業を集めて、で見に来るお客様に対しては無料で楽しんでいただくというようなことを目指してるみたい。今度第15回なのかな、来年4月の第2土曜日予定してるんです。僕その中の実行委員でもあるんですよ。あら、うん、だから15年前の第1回から携わってるんだけど、うん、1回も中止したことないんだよね。大雨の中やったこともあるしね。あ、でも大雨でも楽しそうですね。うん、楽しくない、やっぱり晴れた方がいい。何を言ってるんだ君は。なんでフォローしたのに乗ってこないんですか。はい、晴れた方がいいに決まってるだろう。いや、私一番前で見たんですよ。何を？あの海援祭、琉球海援祭一番前、もう 海側、海の、うん、しかもこの花火が上がる、うん、ほんと手前で見たんですけど、うん、あ、もう、うん、最高でした。あ、害って言おうとしてたな。今、害って言おうとしました。なあ、あら、あら大変でした。 首痛くなるよ。あ、でも、うん、迫力はやっぱり近くとね、ずっとこれなんかね、卓球の縦バージョンみたいな、卓球観戦すると横にこんな あれみたいな感じで なりました。こんな感じでしょ。でもあのあれ持ってったんですよ、レジャーシート、うん、ね、寝ながら見たから。あ、いいかもしれない、最高でした。あ、いいかもしれない。屋台いっぱい買って、うん、見てって感じでした。屋台で焼き鳥買って、焼き鳥屋、ね、いろいろ買って、うん、子供もすごい楽しんでたので。あ、楽しいだろうな。でも怖くないかな、ちっちゃい子供は。あ、バン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 。あ、ちょっと遠目だと綺麗かもしれないですね、うん、一番近くで見たんだろ、はい、見ました。うちの怖がってなかった怖がってなかった。アホだから大丈夫です。あ、自分の子供もアホって言うな。可愛いんですよ、アホで、うん、アホって言うな。可愛いんです、うん、はい、ということでここで一曲なんかお届けしますか。うん、あの羽黒松には D51 と木山商店来るんですよ。来るんですよ、9月30日の土曜日に。最高ですよね。これ無料で見れるんですよ、約1時間。もう無料なんですよ。木山商店東京でもすっごい人気ですからね。わかんないんだよね。もう、ライブしたら普通にもうね、500人とかすぐチケット完売って言ってたので。牧屋商店ってあるんだけど大山に、はい、もう今閉まってるのかな。こっちのおばさん最高でさ、あ、もういつも元気でって、何買いに来たって言うわけよ。何買いに来た、おばさんって来たら何買いに来たって言うわけ。答えないと買えないのかって思わんか。はい、何買いに来たって言うわけで、大山、宜野湾市の大山は、はい、おすごいところで、うん、宜野湾市でも独特なところなのよ、はい、言葉が違う。まず言葉が違う、うん、宜野湾市って今9万7000名ぐらいかな、うんうん、その中で、行政区があって、行政区31かな、あれ、うん、城とか九名とか御南九名とか普天間とか普天間3区、うん、2区1区とかいろいろあって、大山区っていうのがあるんだけど、そこはだけは話し方が違う、イントネーションも違う。うーん、そこだけですか、うん、違う全然、うん、だから聞いたことない。うん、あ、そうだよね、宜野湾市民じゃないからな。そうなんですよ。はい、よく言うのが来る来ないっていうのが分からなくて、ね、バス停でバスを待ってて、うん、でバス来るかと、バス中なーって方言で、バス中なーってバスくーんっていうわけ。くーんっていうのは普通の方言で来ないって意味だよ、うんうん、来ないバスくーんどうっていうって時にバス来るわけ、うん、のがバス中世役とクーンディチャシェってクーンっていうのは来るって意味の、うんうんうん、大山だけ、大山だけ、うん、バスクーンドーって言ったらバス来るよっていう意味、来るどーみたいな感じですか、うん、うん、であとよ、牧屋商店つながり、おばさんこれいくらっていうのを方言でチャッサガーっていうね、はいはい、おばさんこれチャッサガーと方言でいくらっていうの、うんうん、
チャッサガじゃなくて大山イカッサガって言うんだよ。カッサガとかイカッサガとか。イカッサガ。うん、カッサガいくらかっていうの。カッサガとかイカッサガ。あ、全然わからない。でしょ、大山だけ。大山牧屋商店とか宮城商店とか小屋商店とか石川商店とか又吉商店とか、本当に大山ザ大山の地名、あの店名よ、うん、宮城さん多いし又吉さん多いし、石川さん多いし、そんなお店がいっぱいある。ちょっと買いに行ってみます、うん、だからね、最近だけど大型スーパーとかどんどん出てきて、どんななんだろう、つい最近までは結構あったんだけど、今どうなのかな、みんななくなってないかな、みんなもおじいちゃんおばあちゃんになってるからね、もう小屋牛さんって言って、ね、うん、小屋商店ってあったわけよ、はい、とっても元気なおばあちゃんで、うん、自分が行ってた頃でももう80ぐらい、うん、生きてたら今100は普通に超えてるだろうね、うんうん、この小屋牛さん、牛さんのところでビール買って、でつまみとか缶詰とか、いろいろあんだかしとかいろいろあって、それを作業終わった人たちがこれ買って向かいのベンチで飲むわけよ。で小屋牛おばあがで80過ぎのおばあが出てきてユンタクするわけさ、はい、牛スナックって呼ばれてたんだよ。いや本当で結構いろんな人がいて、自分の孫みたいな人たちがビール飲んでんだよ。でそこと普通に話すんだよ、うん、楽しいわけよ、で自分そこ配達してたから、僕昔、うん、今クビになったんだけど境にいて境にいた時そこ担当だったわけよ。でそこにビールとか配達行っても店は開いてるけどおばあいないわけさ、まず今考えられんでしょ普通も悪いこと考えてる人だったら取り放題だよ、はい、誰も取らない、うん、でおばあいないな、じゃあ後で回ってこよう、またもう一回回ろうと思って他のお店行くでしょ。そしたらおばあが歩いてくるわけよで俺を見るわけよ、俺の車見るか見て、あえて手あげるけよ、タクシーでも乗せて行けってことですか。乗せて行け、 OK 分かりましたって言っておばあのところ乗せて行って、でお店に連れていくでしょ、はい、で俺は注文聞いて仕入れビールとかお酒とか入れようと思うでしょ、マッチョ OK って言ってまた家に帰るわけよ、はい、もう家がもうその建物だから、うんうん、なんでどこに足かちょう汗かいてるから、うん、オール入ってくるって考えられんでしょ。え、その間何しとくんですか。俺また別のお店にまた行くわけで、何軒か回ってそこに行くわけで、おばあが風呂上がってきて、ふうもうなんか気持ちいいみたいな感じで今日何もないよって注文そんなだった。いいですね、こういうの大事ですよね、うんうん、よかったな、ないですよね最近、うん、もうそのマチャっていうの、うん、マチャゴアっていうの今もないな。普天間には今あるのかな、奥間商店とか宮平商店もなくなったしな。まあ、ちょっとは、ね、田舎行くことはまだあれ頑張ってるんだけどね。うん、あでもあんまり本当に見なくなりましたね。見なくなったね。空いてるか空いてないかわからない、うん、ようなところで曲は行かないの。あ、行きます、行きますよ、うん、どうしようじゃあ D51 でもいいよ。あ、木山から行きましょう。あ、 OK、 OK、 木山からじゃあこれで、うん、もしもし、配信も、はいはい。
はいはい。50もいますんで、さっきの多分、うん、はい、はい、どうもなんだっけ、誰だっけ、俺誰にお仕事したっけ、前田君、前田さん、今ゲスト30分に入ることできます、すいませんと言ってました。じゃあベースターズからやります。何でもいいよ、ゲストが来てからあれがいいですよね。うん、じゃあ、うん、ベースターズしようか。あれ流しながらやるかじゃあ。あ、これ流してない。流しながら。BGM で。じゃあ始まります。はい。始まった。始まりました、うん。あそこの知りたい。ベイスターズは終わったかなと思って一瞬。いや、今年のシーズンは終わったかなと思ったんだけど。はい。今のところ巨人と同率4位。あれ ?3 位じゃないんですか?ジャイアンツが昨日勝ったんだよ。あ、阪神が負けたのよ。ジャイアンツに。そしたら、はい、まあ、ギリギリ一輪差で今実際は3位なんだけど、うん、同率4位ということでゲーム差はなし、はあ、だからね今日もない明日もゲームないんだけど22日にゲームがあるんだけどあと10試合22日。うん、なんで、あら、なんで今日21か23じゃないですか、違う、今日23? 今日、明日もないんじゃないの?明日もない。あさってからじゃない?あさって。23日からだ。だと思う。ああ、土曜日から。うん、中日。うん。そして、24日が阪神。そう、はい、勉強してきた。はい。はいいね。ありがとうございます。なんか最近成長著しいよな。はあ、もう、本当です。著しい成長を。いいよ。それで、はい、何、シュプリームさんから?シュプリームさんから、うん、あ、コメントも来てます、うん、うん、メール読みますか、うん、いいよ、メール読んで、どうします、読みますか、会長がこれ全部すごいなこれね、はい、今日は運転中でツイキャスコメントができないかもしれないと、うん、でレプリカユニフォームが届いたということで、はい、
近々横浜にも出かけてハマスタ前で写真を撮り、インスタグラムにも投稿して宜野湾市と FM 宜野湾を PR したいと。あら、さすがですね。すごいね。いやもう実東京に住ん、今はもう宜野湾に移り住んだらどうかな。それで、うん、ベイスターズは9月20日現在でかろうじて3位、うん、20日現在でね、20日現在で、うん、今週末行う巨人との連戦を制して CS に弾みをつけてもらいたい。巨人とあったかな、ないと思うよ、もう試合巨人とはないでしょ、ない、直接対決もないんだよ、ない、うん、でなんか奥さんがこのベイスターズのレプリカユニフォームを着てる姿、後ろ姿美人ですよね、これ絶対美人でしょ、一番後ろに写真が、あ、これ美人だわ、ちゃんと顔も写ってるじゃん、もっとちゃんと写ってるのがあります、これおそらくこれ、この着物姿は奥さんです、これいろ、ただのこれあれだ、シュプリームさん奥さんを自慢したいだけだな、着物、着物なんかいな、これと関係ないもんな、ないっす、これ確かにこんだけ美人だったら自慢した子もなるよな、でも吉行さんの奥さんも美人だと、え、何、吉行さんの奥さんも美人だと、これだけ見せようか、なんかなんか、あ、分かるかな、分かるかな、あ、分かります、分かります、綺麗、いやー綺麗だよね、綺麗ですよね、いやすごいよ、いやあのシュプリームさんもうコメントいいんで奥さんの写真だけバンバン送ってちょうだいで、はい、ベイスターズは、まあ、残り10試合で、CS 行けるかどうかの今、瀬戸際に立っているところなんですが、もう相手のことは気にしない、もう勝つしかないんだよ、はい、うん、もう気にしないと言いつつも、うん、まあ、やっぱりジャイアンツがねどっかでこけてくれんかな、うん、もうこれこの番組は横浜 DeNA ベイスターズを応援する番組なので、はい、別にいいのよ、おう、ベイスターズのことだけ考えて、はい、いいのよ、だからジャイアンツがこけて、今日実は、いろいろ企画していることがあって、はい、いや、それを今ベイスターズ球団と進めているところなんだけど、はい、その担当部長から電話あって、はい、あ、 お久しぶりですと、で、どうですかと、うん、僕らは順調に準備を進めてるんですけども、ベイスターズが CS に行かなかったら、この計画おじゃんなんで、どうにか買ってくれんかと、分かりましたと、じゃあ、球団側からもちょっとそういったと言い、ま、伝えますのでという話だったんだけど、それとさ、思い出した、ちょうど僕飲んで、酒飲んでる、飲みに行こうってしたんだけど、だけどベイスターズの試合があったから、ベイスターズの試合を見た後に飲みに行こうと思って誘われたんだよ、親戚から。だけどちょっと待ってよって、ちょっと用事があるからって、実はベイスターズの試合見てたんだけどその時に、はい、ミネイが、ミネイヒロキ、はい、ミネイヒロキ球団通算7500号のメモリアルアーチを打ったんだよ、ホームラン、やばいやつ、やばいやつ、やばいやつ、お前何でもやばいやつで書いてるけどなそしたらさ、うん、これ分かんない、分かんない、誰か分からないっていうで、はい、そしたらさ、その7500号を打ったんで、7500号だよ、次も8000号まであと500号待たないといけない、うん、すごいことなんだよ、電話したんだよ、ミネのお父さんに、はい、南城市に住んでる、取ったわけよ、お父さん7500号おめでとうって言ったら、はっていうわけよ、はい、なんでヒロキが7500号打ったよって言ったら、ごめん今もうあいでどのくしくどんでかわからんかったって息子はよ今よ正捕手、まあキャッチャーのレギュラー争いで頑張ってる時によもうあいで酒飲んでてわからんかったってお父さんの名前ミネイヒロトシっていうわけよ、皆さんヒロトシさん見たら狙ってください息子頑張ってるよと、酒飲んでる暇ないと、そうです、ね、もうあい当たったらこっちに持ってこいとまあそんな感じでしたよ、まあ豪快なね方が、うん、息子も豪快になるでしょ、そうだな、あのお父さんだからああいうのびのびプレーするんだろうな、ヒーローインタビューで必ずいじくれるんだよミネイは、あの子もともとハスキーなんですよ、うんうん、
はいはい頑張りますみたいな。そんなハスキーですか。そうそうそう。でしかもキャッチャーだから試合中大声出すじゃない、うん、試合指示するから大きい声で、はい、どこどこ投げれとか、うん、ファーストとかあのセカンド投げれとかいろいろ言う。だから試合終わることにはいつも以上にまたガラガラになるわけ、はい、それでヒーローインタビュー呼ぶでしょ。必ずヒーローインタビューでありがとうございますとかって言ったらちょこっとだけまた沖縄のあまりもあるからって言ったらそばにいるのが何言ってるかわからないですと通訳つけてくださいとか必ずいじられるわけ。ああまあいいキャラなんですね、うん、面白いキャラだよ、うんうん、まあだからヒーローインタビューまで見て必ず俺は外に出るから結局試合が長引くと遅い時間から外に出ると一応出るんですねけどで遅い時間に帰ってくるとあで翌日の仕事が眠いと眠いまあでもね寝坊しなければ、うん、そしてシュプリームさんから、はい、いつかミネイパパをスタジオに呼んでください。だからよ呼びたいね。そしたらもうベイスターズコーナーだけにしましょう。そうだねミネイパパよりもミネイからだと思うんだけどなあそっかミネイ読んだ後にミネイパパ読んでも薄れるか。そうですね。あじゃあミネイパパ読んでからだな。あ来たか来ました。来たなということで、じゃあ一回じゃあ、うん、曲いきますか、うん、D51 さんの。はい、何君が好きだと叫びたい。ほう。あしかもこれスラムダンクの歌です。あスラムダンク。スラムダンク知らん。知らん。はいはい、久しぶりじゃないか。こっち来るの。はい、こっち来るの久しぶりじゃないか。1年前番組持ったのね。あ、そんなんですか。そうだよ1年余ってますね。はじめまして。はじめまして、ヨナハです。ピーコです。ピーコさん。ピーコピーコピーコ、はい、ピーコもこっちで、はい、今音楽中なんですか。うん、大丈夫。ガチャ。それ取れないやつ、取れない。何の発表。次来月のイベントの件で。あ、なんでもいいよ。奥さんの話でもいいよ。奥さん、うん、奥さんでもいいし。自分は話下手くそなんだ。絶対大丈夫。昨日の世界会ですよね。んあつこの知りたい昨日の世界。うん、残り何分？ 20 分ぐらい。はい、26分ぐらい。うん、忙しいだろう。はい、忙しいだろう。ちょっと忙しいです。かっこいいな、これな。はい、あ、これ今着替えてきたんですよ。マサ、マサさん。いや、車の沖縄 MSA って言って、うん、一般社団法人の車のイベントをする。へぇ、これはヒロトシは関係ない。ヒロトシ、あの、ヒロトツじゃない、あれヒロトツ、ヒロトツ、はい、ヒロトツがうちの理事長や。ああ、そうか。ああ、そうか。ヒロトツこの前098かなんか出たって。ああ、出てましたよね、うん、はい、多分これ同じ理事長出てます、ね、うん、1時間ですか。うん、1時間、うん、でも、今ほとんど喋ってないな。結構喋ってない。喋ったかな。30分ぐらい。そう、しょうもない話ばっかりしたな。どんな話ですか。いつもたわいもない話、はい、今日な、競争中メインさん、あとはおお、ネタがあんまりないし。いや、大丈夫大丈夫。どんなでもいい。今ポン、CM の今 CM です。ネタがあんまりない。こっちダート使えないですかね。どうだよ、ね、前ヒロトシと話したんだよ、はいはい、こっち整備する前は住宅街だからこうやって網の根のように遊ばれてるけど、ここでカートとか面白いですよね、はいはい、こっちでダートトライアルとかやると、うん、モクトロスとかやったら、うん、あれ呼びます。レッドブル。おー、レッドブルもエアレース、おー、今、まあ、いろいろやってるんですよ。沖縄に進出したいってずっと言って。エアレースできないか。普天間だとかだったらできるんじゃないですか。あれ普通会場じゃない。いや、大丈夫ですよ、できます。海沿いでもやりますから。はい、
ということで、この毎回この意味わからないこのジングルというか、ああ、はい、はい、ゲストさん来てるよ。じゃあ自己紹介お願いいたします。はい、はじめましてですか、沖縄モータースポーツ振興協会の与那覇と言います。はい、よろしくお願いします。ともみ、はい、ともみさん、与那覇ともみですね。ともみさんで、じゃあ、最初俺フェイスブックとかでつながった時嬉しかったんだよ。女かと思ったんですねもう一人いるんだよ、あのズケラン哲美って、うんうん、あ、哲美さんも男の人、あ、男なわけよ。ごつい、ごつい、あれごついな、あの悪役紹介にいる顔だなあれ自分で不発弾を埋めてるから、不発弾の調査してる会社を立ち上げてるんだよね。自分で埋めてるんだよ自分で埋めて探してるんですか、うん、だからタイヤ屋さんがあのパンクさせてタイヤ打ってるみたいなもんだよ冗談だけどね、うん、トモミーは、はい、さっきのキャデラックの話したけど、はい、あ、はい、今日キャデラックで乗ってこなかっただろ。今日は乗ってきてないです。イベントの時だけですね、出すのは。すごいキャデラックなのよ。あ、会社のキャデラックですか。会社というか、個人で持ってます。個人でキャデラック持ってるんですか。持ってるわけよ。あの、とにかく車好き、はい、あ、奥さんより車が好きというそんあ、もう最悪です。最悪だな。最悪です。これ聞かれたら大変なことになります。最悪だよね俺どんな。でも車好きの人って、うん、あれですよね、すごいお金かけますよね、うん、だからあれなんだろうな、要するに無駄遣いって見えるのは、そう好きじゃない人はそう思うんじゃない。例えば、はい、僕らから見たら、女性がほら化粧品とか化粧とかやってるのも、なんで100均にも化粧品売ってるのにとかさ思うけど、何千円何万円もするファンデーションがこんだけ高かったからどうのこうのとか、なんで100円でもあるだろうみたいな。でそれと似てると思うよ全然似てないです、うん、似てると思うっていうので衝突するじゃないですか、うん、男の人と。だって君は化粧なんかしなくても十分綺麗だよって。もううさんくさい、うさんくさいですもんなるほどそういう言い方もあるんですね、うん、女の人は騙されないですよそれでは、はい、で、はい、所属は何だっけ、ともみ所属、うん、今なんかモータースポーツの何か、はい、なんていう名前だっけ。あ、沖縄モータースポーツ、ね、沖縄モータースポーツ振興協会です。いきなり言われてくれ、うん、沖縄モータースポーツ振興協会。モータースポーツって知ってる。あ、わかんないです。もう だいたい、これニュアンスで考えてくれ、モーター、あー、車系とか。おそう、今日、はい、今日まともだね。なんか言ってた、さっき言ったモトクロス的なやつですか、うん、そうです、モトクロス、二輪もですね、四輪も、船もエンジンがついてるの、あ、モーターのスポーツですね。あ、私モトクロスよく見に行ってたので。はい、あ、そうなの。はい、小学生ぐらいの時に。面白いですよね。俺もよく見に行ってた。かっこいいですよね。かっこいいな、はい、あれ、モータースポーツって何がかっこいいかって言ったらさ、うん、まず人力では 無理でしょ、あんだけの馬力を出す、うんうんうん、で要するにスピードだったり高さだったりとかっていうの、それを操ってる人たちが普通、それから車からとかバイクから降りたら普通の人なのよ。あ、うん、えとか、で F1 なんかでもそうだけど、 F1 なんか降りてたらカムイとかでも、カムイとかでも、でも普通の高青年なんだよね。だけどあんな時速300キロ以上のあれでコーナーに突っ込んでいくとかさ、うん、あれはよ、まあ自分もスピード強というか好きだったんで、はい、実はまあもう時効なんだから言うんだけど、本当にいいのかな。俺小学校4年の時に車運転して、はい、友達の誕生日に一緒だったわけ。うん、ダメだよダメですよ。だから絶対ダメだから俺はもう今恐ろしいことをしてしまったなっていうのを後悔してんだけど、まあ、とっても好きだったわけ、とにかく車が。そうですね、昔はですよね、うん、もう先輩たちがいろいろバイクだったり、うん、改造っていうのは変な改造じゃなくて、うん、割となんか緩かったんだよ ですね。規制とかが緩くて、まあもちろん、もう改造し放題で排ガス規制とかもなくて、うん、もう車もチューンアップしてどん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 馬力上がって排気ガスバン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 巻き散らしても、まあ、言われなかったみたいな時代だよね、うん、昔なんか、うん、
あの悪い、あの時悪いと思いつつも、うちの知り合いと一緒に、小学校の時なんか、小学校、僕に1年とか2年ぐらいから、そのジムカーナーレースってやって、はい、でその車の助手席に乗せてもらって、でそこで、この辺では走れないもんだから、どこに行ったかって合わせ干潟、ああ、はいはい、合わせ干潟で走ってたね、はい、でぶつかるところ何もないから、自分そこで運転を覚えてさ、もう車とか横転して、でなんか干潟にでゴツゴツしたところでやって、そのまま公道で帰るわけよ。そしたらブレーキ踏んだら左側にキューって寄っていくわけよ、うん、寄っていくわけよ。だから、右側がブレーキつい効かなくなってて、なんかパイプかなんかが切れて、踏んだら左にしか行かないとかさ、そんなので公道走ってたんだから、その時代は怖いですね。怖い時代だね、あとね、モータースポーツって自分憧れたのがあって、東京にいるときに、はい、あの沖縄はないんだよね、要するに競馬とか競輪とかないんだけど、四大なんていうのかな、あれはレースっていうのか、まあ、賭博というか、賭博ではないよな、あのギャンブルだって、公営ギャンブルだな、競馬競輪ボートオートだって、オートレースっていうのがあるけど、オートレース聞いたことないですね。ない。オートバイのレースで1周500メートルかな、これを6周回ってる、3000メートルを競うのがあって、でそこはさ、ブレーキがついてないわけよ、ブレーキがついてないバイクで疾走するわけよ。もう考えられない。止まるときどうするんですか。エンジンブレーキワーンワンワンってギアバーッと落として、ギアなんかも最初スタートするときだけクラッチ握ってるの、あとは、クラッチ変えるでしょ、あのギアを上げたり下げたりするでしょ、でそれをクラッチを切ってたら要するにエンジンと動力部分、タイヤ、そのまま直結してるタイヤを動かす部分が一瞬でも離れるわけよ、うん、だから そのロスがあるじゃん、 0. 何秒のこのロスが嫌だから、うん、クラッチ切らないで強引に蹴ってガンガッガクガクンガクンって入れるわけよ、ガンガンガンって踏んで、エンジンの回転数が合えば入ってくるんですよね。そうガーッガーッとかって入れて、うん、でそうだからもう多分1レースぐらいで多分ギアは変えると思うんだけど、うん、そんなもう極限のスポーツだけどハマったよ。今でもあるんですかこれ。あるある、もちろん、うん、僕はあの西川口って川口オートっていうところによく行って見てたね、うん、あの車検って買って馬券みたいに買ってかけるんだけど、うんうんうん、そこによ篠崎っていう選手がいて、今もまだ活躍してるんだよ。元気ですか。オートレースってさ、70とか80の選手いるんだよ今でも。ビッグスで勝俣っていうのと篠崎っていうの、この2人がすごい選手だったんだけど、まあオートレースの話はいいや、うんうん、あの俺のそれはいいんだけど、コメントが来てます、うん、シュプリームさんから、若かりし頃は、市販車を改造したほぼレーシングカーを公道で走ってました。うん、そんな感じだったんですか。シュプリームさんっていくつなのかな。いくつなんでしょうね。あの奥さん見る限りはなんかシュプリームさんも若いでしょ。どうなんだろう。すごいよ、あのトモミーには見せるけど、ほら今の奥さんすごいね、綺麗よな。リスナーさんの奥さん。そうそうそう、東京綺麗ですね。あのプレゼントしたベイスターズのユニフォーム、レプリカユニフォーム着てったのに、モデルさんかなんかして以前レースクイーンかなんかやってたんじゃないですか。ああかもしれんな。あ、レースクイーンとの出会い多いんじゃないですか、こういうモーター系のやつって。いや、ない。レースクイーンはもっともっと上の人たちが、さ、これ奥さんがも聞いてるかもしれないけど、そうしか言わないんじゃないか。あ、そっか。あ、おそらくいや、そういうことはないです。レッドブルのお姉さん方とかと仲良くしてると思うよね。あのセクシーな子やって持った、うん、で隣で見たことあります。でも出会えますよね結構。あ、じゃあ今度中村で飲もうや、春さん、春祭創作工房中村で、うん、レースクイーンと、はい、だったら俺協力する。呼びます。 あでもほら、呼べるってことはやっぱり出会いが多いですね。普通に奥さん聞いてるかな。聞いててほしいですね。トモビーがあのヤガジ行ってるとかってあれ嘘ですよ、絶対行ってないあれ。違います。あ、びっくりした。なんかイベントがあるんですよね。はい、あります、うん、はい、その話ですよね、はい、超びっくりしましたね、うん、はい、実はあの10月の、14、15ですね、はい、ここであの与那原の方で
去年もやったんですけども、あのモータースポーツフェスティバルというものを企画していて、うん、でそこであのドリフトの方と、バイクでモトクロスの方とということで今計画をしているところです。与那原、はい、はい、与那原 のビーチどこでしたっけね。あの与那原って何キラキラビーチじゃなくて何だっけ、マリンパークですか、西原マリンパーク、そこで宜野湾ですか、あっちは与那原町、町与那原町って今ありましたっけ、西原町、西原町よ、西原町、与那原、いや西原町は西原町、与那原町は与那原町でしょ、与那原町、与那原でしょ、南城市ではないよな、与那原町ってあるもんな、あるよ、絶対ありますよね、あるある、与那原の市みんな探り探りでごめんなさい、与那原与那原、あ、西原与那原マリンパーク会場施設がですね、あがり浜って聞いたんですか、あがり浜ですか、はいはい、そこであのスーパードリフトの方とあとカスタムカーのショーの展示で、あとあのリーダーさんの新車ブースを設けてますので、うん、そこでもじゃあショー見ながら車も買える、車もはい見れたり、新車持ち込んでくると思うので、うん、はい、見れたり、あとあのちびっこのクレイジーカートだったりですね、あーなんか、はい、乗れるやつですか、子供たちも一緒になって、うん、あのモータースポーツを一緒にやっていこうというところで企画しています、うん、いいですね、いいね、いいですね、もう僕らが子供の時そういった企画があったらいいのね、そうですね、うん、あーいいな、今何でもできるもんな、だからさっきちょっと話をしたけど、その今ここの後ろの二州天満地区ともみが見たら、ここでダートレースやりたいな、うん、やっぱりそんな風に見るわけよ、でも本当できそうですよね、できそうだよな、うん、もうあのジャンプ台なんかもう作られてるみたいなそうそう、この発展する前の、うん、この今土地開発していて、でそこでちょっともしできればっていう、うん、もう想像ばっかりですね今、うん、これはもう市長に行ったらどうなですね、うん、お願いしますよ、はい、市長、うん、まあ、分かったとは言うはずやるとは、やるとは言わんかもしれないけど、うん、分かった、聞いとくみたいな、はい、うん、ぜひ一緒に企画してください、まあ、いいですね、これなんかこんな感じの、こんな感じのが来てますよ、まあ、いいね、書くよな、だってあれだもんな、普通の要するにスポーツと違って車との相性だから ね、はいはい、ね、体力自慢が勝つとかっていう、うん、あれではないよな、このスポーツは ね、はい、いろんな戦略とかテクニックとかね、はい、楽しいスポーツで、うん、そうですね、これが今もう私たち団体が立ち上がったのが2013年なんですけども、うんうん、そこからですね、トミグスクの方から少しずつどんどん、モータースポーツっていうところで、うんうんうん、各自治体の方も聞く耳を持ってくれて、うんうん、で今沖縄市の方でも、うん、年に1回ですね、モーターフェスティバルっていうのを、うん、はいはい、はい、だからね、こういったスポーツが普及すると、はい、車を改造する楽しみとか、はい、スピードを出す楽しみとか、コーナーをこう ドリフトで、要するに横滑りして走るとかっていうものをこういったところでできますよという環境を作ると、そうです、ね、やっぱり、僕もそうなんだけど、やっぱり車かっ飛ばしたいときとかあるけども、はい、やっぱり行動では、ね、これは違反だし、はい、危険だからできないよね、はいはい、だからそういったものを整備す、これから整備していくっていうのはやっぱり必要だし、 そこがそういったことができると若者たちの新しいステージというか夢が叶えられるので、はい、皆さんこれに来てもらって、一人一人では多分ね、トモミなんか仲間の中だけでは絶対にできないので、うん、世間とか世論 のやっぱり必要だよっていう、この沖縄県全体で盛り上げるっていくと、あ、これは作らんといかんなってね、お偉い人たちがね、はい、思うぐらいに、はい、なってほしいんで、まずはこの第4回沖縄モーターフェスティバル、はい、というところにみんな足を運んで、来て、まあ、僕も絶対何人か連れて行きたいんで、うん、何さっきからそわそわしてんの、あ、いろいろね、操作がああ、なるほど、はい、あ、
あ、シュプリームさんからコメントが来てますね、うん、いくつでしょう、いくつか乗ってないですね。ドリフト、うん、D1 グランプリで何度もチャンピオンになった畑川畑ん、うん、見える何、川ドリフト D1 グランプリで何度もチャンピオンになった川端さん、はいはい、川端なんとか選手とは峠で一緒に走ったってすごいですね。うん、なんとか峠で一緒に走ったことがあります。はあ、すごいね。僕ドリフトってた土屋健一さんですねぐらいしか分からんな。あとは志村、加藤、イカリア、誰か突っ込んでくれ。あれなるほど、ドリフトもう恥ずかしい。すいません、勘弁してくれ。小声でね、勘弁してくれ。高木が出なかった、中本も出なかった。あ、じゃあどうしますか、うん、あれ行きます、ディープな、あー行こう、行きましょう、うん、じゃあ行きます。ともみ、はい、ディープな世界なんだけどよ、うん、ギノアンしないでさ、はい、よく行くスポットとかお店とかなんか大人が楽しめるようなところない、あの秘密なところを秘密にしないで、ここだけ教えたくないけど、まあ教えようというような、なんかね、いつも楽しむとか、僕あんまり飲みには行かないんですけども、うん、あの普天間の方に来ると、うん、同級生があのなぎっていう居酒屋をやっていて、うん、でそこに行った後はだいたい隣のビルのビッグスリー、ああはい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 、そこは結構いいんじゃないですか。ビッグスリーって何ですか、何屋さんですか。飲み屋さん、飲み屋さん大きなお姉さんが3人いて、はい、ビッグスリー、ビッグスリー、あ本当に本当、あ、立ち上げメンバーはそうだったみたいよ、うんうんうん、ビッグスリー、うん、これ僕も行ったな、1ヶ月ぐらい前かな。ザキンキンで行ってますね、うん、行ったよ。結構イベントもやってますよね。あ、そうなの。飲み放題でとか、うん、DJ を呼んだりとか、あ面白いよね、はい、いろんな、確かにビッグなのよ、うん、亀川氏のブーだろ、はい、うん、あれビッグだよ、ビッグ。僕が言ったらここってやる心もね、うん、うん、いいよね、なんかスポット的なものはない、スポットギノワンですよ、ね、だって今住んでるところが内泊でしょ、内泊、はい、もう海近いじゃん、はい、もともと内泊、もともと内泊です。あ、じゃ あの今開発される前から、はい、あで今いるところがもともと田んぼがあったんですね、うん、内泊の田んぼ畑、うん、で区画整理で今のところに来たんですけども、うんうん、だから内泊まりで車がたくさん止まってるところだったらこれのお家わかりやすい。いろいろいじくられてる車が あるよ。もう、あ、この人、ここの人車好きなんだろうなってすぐわかる、わかる。トモミンさんの家がディープな、うん、場所ですね。場所かもしれんね、うん、車好きはね行くかもしれない。うち、ん、止まり、うち止まり、あのやっぱり西海岸とあのキャデラックのこの夕日と入るだろうな、うん、あの色な。あ、そうですね。何色ですか、あれ。ゴールドって言ったらいいの、オレンジ、オレンジ、はい、オレンジゴールドみたいな。そうですね、うん、昔の俺が持ってた携帯の色。うん、京セラですね。あ、なんかなんか京セラって、京セラはオレンジが多かったです。あ、そんな違かった、あだったかな、分かんない。あ、メーカーはね分かんない。うん、だからあれ綺麗だよ、だ一回乗ってみたいな、乗せてもらいましょう。借りて、あ借りて行く、私が運転していいですか。これは乗れるんだよ、あれば。多分乗れんよ、あれですか、マニュアルですか。いやいや、オートマですよ。あ、もうじゃオートマで左にハンドルではあるんですけど、結構車幅だったり室内でも結構目線が下の方なんで、あー乗りたい、私超運転下手なんですけど。この車保険も入れないんですよ。そうなの。保険もいろんな保険会社お願いしたんですけども、うん、もう古いって言って1947年なんで、1947年って、はい、太平洋戦争終わってすぐだよ、うん、分かりにくい。だからさっき話したけど、あれでしょ、マッカーサーが乗ってたやつと同じでしょ。マッ
家さんの奥さん、違うみたい、奥さんですね。あ、そうなの、うん、え、太平洋戦争はシーザー夫人って言うんですけど、うん、1941年41年、はい、うん、あれから何年、47年って47年の車乗ってるんだよ。昭和で22年、満70歳ですね。70歳。名前はつけてる？いや、つけてないです。ともみでいいかなと思って。いや、いや、ともみは面白い。やめますか、うん、じゃあこの番組で募集しよう。そうですね、名前をね、うん、オレンジのキャデラックの名前を募集、うん、でこの名前を、いい名前をつけた人には、スーパースポーツゼビオの、なんとこれね、年間10枚ぐらいしか出ないんだけど、20%オフ。あ、20%オフだよ。前は 10% でしたか。前は 10%、うん、今回 20%オフ。 20% オフです。いいですね。でもこれ9月30日まで、今月いっぱい、来週、うん、来週いっぱい。あ、番組もそろそろ終わります、うん、あ、終わる、終わる。あのね、羽衣祭り、ボランティア募集してるんですよ。ボランティア、うん、30名ぐらい、カチャシとか一緒にやってくれる人いないかな。あ、やりたい、やりたい、やりたい。かごろ祭りの、なんだっけ、ボランティア募集してます。カチャシだったりね。終わった。ツイキャスでも。募集してます。募集してます。羽衣祭り。